ザーク、ヘルシンキでの2007年大会にて、シャロッテ・ペレッリ、ベオグラードでの2008年大会にて、ロリーン、バクーでの2012年大会にて、モンス・セルメルロー、ウィーンでの2015年大会にて、スウェーデンのユーロビジョンソングコンテストでは、スウェーデンにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。スウェーデンは1958年大会での初参加の後、 2017年までに合計で57回参加している。大会に参加するスウェーデン代表はメロディーフェスティバー連で決定される。スウェーデンはユーロビジョンに参加している国々の中で最も成功した国の一つであり、2017年までの時点で24回にわたって5位内に入っている。スウェーデンの初の優勝は1974年大会でアバノ。の 恋のウォータールーによって勝利を収めた。その後、1984年大会、1991年大会、1999年大会、2012年大会、2015年大会の5回の優勝を果たしている。スウェーデンは6回のユーロビジョン大会を主催し、うち3回は首都のストックホルムで、その他はヨーテボリとマルメで行われた。 スウェーデンは他国に先駆けて1997年大会で電話投票を導入した5カ国のうちの一つである。メロディーフェスティバーレンは毎年スウェーデンの放送局スウェーデンテレビ及びスウェーデンラジオが主催する音楽コンペティションである。1959年以降この大会によってユーロビジョンに参加するスウェーデン代表を選出してきている。メロディーフェスティバーレンは スウェーデンで最も人気のあるテレビ番組の一つであり、毎年400万人以上の視聴者がいると見積もられている。ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン代表はほぼすべてがこのメロディーフェスティバーレンによって選ばれている。その唯一の例外は、スウェーデンがユーロビジョンに初めて参加した1958年であり、スウェーデンラジオの内部選考によって選ばれた。 スウェーデンに高得点を送った国々、スウェーデンから高得点が送られた国々、出点、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。